カワポンです。大学の情報になります。青山学院大学の個別学部入試はほとんどの学部で共通テストが必須になります。学科により指定された共通テストの科目と2月の特次試験の合計点で合否が決まります。今回はその合計点に対する共通テストの配点割合をまとめました。赤い枠が共通テストの配点割合が 57% 以上となり、2月の特次入試での逆転が厳しいところになります。青い枠が共通テストの配点割合が 50% 以下で逆転の可能性があるところになります。黒い枠は共通テストが不要の確定になりますので、共通テストは関係ありません。人気は高めになると思います。ということで皆様、さよならさよならさよなら。